前乗っていた方が本当に大切に乗っていただいてた車という証だと思います。一応エンジンは E07A というエンジンで 656cc、 めちゃくちゃいいっすよこれこれ楽しいっすよはいどうもこんにちは、ウィンバンズの小出です。ウィンバンズチャンネルの中古車紹介、今日もですね神奈川の厚木店からお送りしたいと思います。はい、今日もね湘南の風が吹き荒れておりますが、ちょっと聞きにくいですねことがあるかもしれませんがの、最後までよろしくお願いします。今日ねまたとびきりの車が入ってきました。激レアです。こちら、はい、ホンダビートですね。こちらはね、もうねかなり状態いいです。いろんな、ね、ところを見ても、ね、すごくいい車なんでぜひ紹介したいと思って、今日カメラ回しております。以前ね紹介させてもらったんですけど、本店でいろいろな、ね、ご指摘をいただいちゃいまして、はい、そこら辺はね意識しながらお伝えしていきたいと思いますので、ちょっとの時間ですがチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、早速いきましょう。そしたらですねこちらがですねホンダビート、グレードはですねベースの車ですね。はいで平成3年の車ですね。で車検が令和6年の6月12日まで残っております。はい、走行がねなんとね27万4000キロ、27万キロ乗ってます。すごいですよね。一応改造とかはねそんなしてるわけじゃないんですよ。はいで一応ですね27万キロも乗っていた車に対してこの状態の良さっていうのがですねすごいと思いませんか。要はですね前乗っていた方が本当に大切に乗っていただいてた車という証だと思います。はい27万キロですよ。でこの状態、ホロもねこれね今閉まってるんですけどめちゃめちゃいいです。はいね内装とかもねめちゃめちゃいい状態ですのでちょっとこれねじっくり見ていきましょう。はいで一応ですね修復はない車なんです。修復がすごいですよね。はいでこれボディで、ね、これボンネット塗装綺麗ですよね。一応やり替えてんのかな。はいこれがフロント周りです。傷がないでしょ。ライトも綺麗だしフォグもきちっとしております。はいでね、はい、このホイール、なんていうんですかねモンツァみたいなホイールですよね。ホンダの純正のホイールアルミホイールですね。でこれガリ傷もないし綺麗です。とても綺麗です。はいで、一応横浜ネオバのタイヤを履いて AD07 というタイヤですね。で 16565R1313インチのホイールです、はい、でタイヤの溝はもう8分山ぐらい残ってますね。めちゃめちゃ綺麗でいいですね。後ろ、はい後ろもねガリ傷はございません。タイヤもネオバ履いてて 17560R14、13インチと14インチちょっとサイズアップしてますよね。はい、で一応タイヤの溝がこっちも8分山残ってるね。はいあちょっとなんかアーム類を黄色くなってますよね。はいでこれ下回り見ちゃおう。これジャッキアップポイントもすごい綺麗ですよね。一応多分同色でねペイントはね仕上げてるはずですね。これめちゃめちゃ綺麗なんで、でこの年代からしてこの泥よけとかねこの部分もしっかり黒塗装されてて処理されております。もうほぼレストア車両みたいなもんですね。ビートっていうステッカーもねいいじゃないですか。はい、はい、こんな感じです。で一応これねフロントガラス飛び石とかもございません。綺麗です。前回ねこれピラーのところがね塗装されてるんじゃないかって言ったんですけど、これご指摘にありました。これねシールらしいです。はいこうねはい、はい、そして左の側面もですねめちゃめちゃ状態はいいですね。綺麗です。一応ね、ガリ傷はフロントタイヤ、フロントのね、前はね、ほとんど、ちょこっとカリッとちょっと傷がある程度なんですよね。だから全然ないと言っていいんじゃないでしょうか。で、これが後ろです。こちらもほとんどね、ないと言っていいでしょうね。すごい綺麗です。はい、もう早速ね、内装いっちゃいましょう。はい、ドアね、一応もう余計なものは一切ついてません。シンプル is best。 ここにね、ドアの開ける取っ手しかついておりません。はい、一応ね、パワーウィンドウなんですけど、スイッチはここについてますね。はい、でシートもね、めちゃめちゃ状態いいですよね。はい、これ見てください。これはね、もう絶対当時からね、20何万キロ乗ってるシートじゃないですよね。絶対変えてますよねぐらい綺麗です。ほつれはね、ちょっとここにここがね、ちょっとほつれ気味かなぐらいしかないんで、シミもないし、穴も開いてないし、めちゃめちゃいい状態です。助手席に至ってもめちゃめちゃ、もうほんとここはもう本当にいいでしょ。綺麗ですよね。はい、でこれが運転席ですね。はい、これが運転席です。はい、メーターはですね、3連、一応こっちはね、ガソリンと水温があって、タコメーターにスピードメーター、見てください。メーター、オドメーターね、27万3455キロを刻んでおります。はい、すごいね。一応ダッシュも全然綺麗でしょ。でまたこのエアコンとコントロールと、この、これカセットなんですけどね、当時のオーディオのコントローラーですね。はい、で一応 H パターンの5速マニュアルです。でここに灰皿があります。めちゃめちゃ状態いいと思います。これがね、ちょっとコンソールポケットになって、これ確かカセットを入れれるようになってるんですよね。うん、はい、当時のものが立っております。でここにこれね、ダッシュボックス、これ ETC がちゃんと備え付けてありますね。はい、すごいです。綺麗ですね。で一応ですね、はい、一応これがキーになって、ホンダのね、このキーホルダーまでちゃんとついております。でエンジンを押してオン。はい、一応ここにね、シュガーライターがあるんですけど、これね、一応ね、エアコンがちょっとね、ガスが効いてないのか、コンプレッションがダメなのか、コンプレッサーがダメなのか、ちょっとエアコンが効いてないという報告を受けております。はい、で一応このぐらいはね、オーディオはちゃんとね、電域で動いておりますね。素晴らしい。でウィンドウもちゃんと開きます。こちらもね、左も OK でございます。一応ミラーのコントロールはここにはないんで、全部手動でやるしかないですね。うん、はい、そしたらもうちょっとフロント側見てみましょうかね。ガッと、これはね、逆バージョンですね。はい、こんな感じになってます。一応タワーバーがね、入ってますよね。タワーバーが入って、ここに、スペアタイヤが備え付けされてます。ブースターケーブルと一応ありますね。ワンだってすごいね、昔の時代のね、メーカーですよね、これ。はい、素晴らしいですよね。事故もないんだもんね。でもう別に塗ってないし、すごい状態いいよね。綺麗ですね。めちゃめちゃいい。うん、はい、で一応ですね、リアのトランクはですね、はい、トランクはね、オープナーがレバーがないんで、一応鍵で、はい、鍵で開ける感じですね。で一応これね、ストッパーがないんで、ここにちゃんとストッパーがあります。はい、こんな感じです。これがね、一応トランクルームとエンジンルームですね、が一緒になってるんですよね、これね。一応エンジンは E07A というですねエンジンで 656cc 軽自動車ですね。なので、黄色ナンバーになっております。で一応ですね水冷直列3気筒 SOHC の12バル SOH、シングルオーバーヘッドカムですね、の12バルブ、カタログスペック上は64馬力発するエンジンになります。軽乗用車としてはもう初のミッドシップエンジンとリアドライブだから MR ですよね。 MR 形式の車になっております。これね、でこのエンジンはね多連スロットルって言って3気筒その一個一個にね独立したスロットルがついてるっていうやつですね。すごいね、綺麗、とにかく綺麗。これクスコのねタワーバー入ってます。でもそれぐらいですよね。もうここどこを取っても変えてないしね、これ素晴らしいんじゃないでしょうか。はい、で一応このカバーは丸めてここに収まってました。はい、一応これ僕がつけたんですけどね。はい、でこれねカバーはね一回このポッチでねこれでついてるだけなんです。はい、カバーはね一応こうやってここにしまっておきましょう。はい、でここにねフォロが隠れております。これね今開けた状態なんですけど一回閉めましょう。はい、通常はこのねホロ閉めた状態ですね。ホロもねこれほぼ新品な状態で変えてますよね。めちゃめちゃいい状態でしょ。もうたまらないっすよね。もう傷一つない、ね、めちゃめちゃいいです。それでこれはオープンなんですけど、これまあ中からちょっともうS2 とかロードスターと同じですね。形状はちょっと違うんですけど、ここにボタンがあってストッパーを外してここにこう開ける。そうするとねこれがこうなるんで、これでロックが外れました。こっちもそうですね。押してガチャッとでこうやるとロックが外れます。でその前にまず前回のねうちの俺の動画でもだいぶ怒られました。必須ですよってこのねビニールのフォローっていうの、ここねチャックがあるんですよ。うちねこれをまず外さないといけないんだよね。これねこれ鉄則ですって書かれてました。すいません、もうごもっともですね。これね、まあ、外した方がいいですね。これパカッと外して、はいこうやって外すとねここがね筒抜けになる状態ですね。はいこれでいてもう外した状態でこれはこうですねガチッと収めるとこのようにオープンになります。素晴らしいですね。はいエンジンねちょっとかけてみましょう。こんな感じです。はいキロ時にエンジンオーバーホール、今27万でしょ、はい、4万キロ前にもうエンジンをオーバーホールしてるってことだよね。あとマニュアルミッションもオーバーホールしてる。すごいねこれ。ディーラーでやってる。ホンダだよ。ホンダのディーラーで。もうめちゃくちゃいいっすよこれ。で多分ね金額聞いたら驚きますよ。もう飛んで厚木店に来るかすぐ電話しないとやばいぐらいな金額になってます。まあどう言ってお伝えしたらいいかわからないですけど、これ決して平成3年の車には思えない。これは価値あるでしょう。おお軽快に走るぜ。これ楽しいっすよ。